はい、レオンチャンネルです。案件とか何も関係なくってちょっとガチャやっていい？ニケの。いや僕さ、去年案件でニケやって、でそっから何気にめっちゃハマってて、全体的にグラマーで露出多めのキャラクターが多いせいで誤解されがちだけど、これねストーリーめちゃくちゃシリアスでハードボイルドで SF 全開って感じで、むっちゃ面白いんですよ。で、すげえ先が気になるんだけど、デイリーとかをコツコツこなして、舞台のね、この戦闘力を上げていかないと、全然先に進めない。雑魚戦で詰まるみたいな感じのシステムになってて、なので、ある程度、放置で報酬がもらえるっていう流れがあるんですが、いや、ニケね、なんでこんなに人気かっていうと、もう単純にね、隙間時間で、メインゲームじゃないですよ、これサブゲームなんですよ。そう、隙間時間でちょこちょこってその戦闘力上げて、で、進めるような強さになったら、メインストーリーを進めていくみたいな。デイリーの、ボス戦とかが、ほら、敵ド派手でしょ？まあ、結構、センシティブな、服装になってる子たちも多いけど。で、あれなんですよ、ガチャがね、これすごい高くって、10連で6000円とかだったかな？やっぱ今調べたけど、10連、うん、6000円相当なので、普通に石買うと。だから僕、18万円分を今から回します。これね、エリシオンとかミシリスとかテトラっていう、その企業別にニケってこれ、要はまあ、アンドロイド、サイボーグの兵器なんだけど、三大企業っていうのがこの世界観にあって、で、このガチャから三大企業のうち誰を出やすくするかっていうのを指定できるんですよ。要は未所持のものを指定したりとかあるんだけど、なんだけどストーリーでピルグリムっていうまたその三大企業とは違う奴らが出てきて、そいつらがねめっちゃ強いんですよ。ピルグリムが人数少ないんだけど、あと高齢キャラしかいないし、ピルグリムはねめっちゃ強いっていう設定があって、で実際キャラもガチャキャラも強い。だけど今ね、このね、ブランとノワールっていうこのバニーガールの二人、この二人が一緒にパーティーいるとめっちゃ強いみたいな流れもあったりとかして、キャラのところに星がついてるのが限界突破なんだけど、その、今このピルグリムの右下のグレン、この左下のブランね、ほら可愛いっすよね。この二人を限界突破したい感じなので、で、ピルグリムもね、出づらいんすよ。ただノーマルガチャからちゃんと出ますので、行きましょう。これ、確率を見ると、ちゃんとほら、ドロシー、モダニア、ラプンツェル。これもやってれば、あ、もうグレンとか、はい、欲しいよね、みたいな感じわかると思うんだけど、ちゃんとね、ピルグリム勢もノーマルガチャに入ってるんで。ってことで、狙うのは、まあ、持ってないサクラとか、バイパーとかもどうだろうな。まあ、持ってないキャラ。このウィッシュリストにいる、持ってないキャラ、あと、これか、ジャッカルとかね、ジャッカルとかも欲しいっすね。ただとりあえず、このメインメンバーが今僕、このドロシー、モダニア、ブラノワ、グレンなので、モダニアは結構限界突破してるんで、それ以外のキャラを限界突破した。特にブラン、グレンが欲しい。限界突破するとね、好感度とかをね、強めに上げられて、どんどん強くなるんですよ。要はガチャチケットが300円分ありますので、行きまーす。行きまーす。お、いきなり金！ちょっとごめん、なんか、画像が飛んじゃった。あ、ちなみにこれパープルが要は SR で、で、金が SSR なんだけど、全部パープルに光っても金が出る場合もありますね。で、企業名が出てから、キャラが出るから、要はテトラとピルグリムが出たら結構僕が今欲しいやつ。エリシオンがね、ちょっとキャラが弱いっていう風に言われてますよね。どうだ？あ、エリシオンか！誰だ？あ、エマかー。まあ、持ってるね。悪くないけど。じゃあもう、どんどん行くよ。もう300連だから。18万円分だからね、やばいよね。よく貯めたわ。なので、普通に引こうと思ったんだけど、まあ、どうせなら、動画にした方がいいかなと思って。これが要は SR しか出ないんだけど、ここでも急に金に光る場合がありますので、ないか。ご命令ください。あと200連やると、自分の好きなキャラクターと交換できるんだけど、ピルグリムがいないんすよ。そこがね、なので、ピルグリムは、自力で出さなきゃいけないっていう。あと、実際ストーリー進めていくと、ピルグリムのキャラがやっぱ強力な仲間として登場したりとか、イベントですごい重要なキャラだったりするので、ピルグリム欲しいなっていう風に。思う人が多い。うわぁ。
なかなか出ないな。結構イベントだと10連20連で割と氷アキャラがポーンって出たりするんだけど、ピルグリム、わーやばいな。まあでも 0. 何パーとかだもんね。どんどんガチャチケが、あ、ガチャチケがなくなっていく。せい、うわーマジか。まだエマしか出てない。今あれだよね、世界めっちゃ多いよね。いいよ、あと240あるから。うわーでもあれこんな確率悪い。あ、でも一般募集ってどうなんだっけ、ちょっと確率低めなんだっけ。どんどんいくよ。僕の半年分の下が、あーもう溶けてく。これ1回6000ですからね。実際はそんなかかってないんだけど、長期間そのミッションとか、あとイベント報酬とかで手に入れたやつなんで。うわーえぐいな、こんなに出ない？ちょっと、ブランとグレンをね、うわ！ブランとグレンを限界突破したいんだけど、ダメだ。金が出ない。え、待って、もう100連終わってない？うわ、100連終わってんじゃん。よっ、うおぉ、おぉ、ちょちょちょ、ほら、金2つ、ほら、パープルに光っても金2つとかあるんですよ。テトラ、あー、ミシリス！ミシリスか、ジャッカルだったらいいね。おお、ジャッカルじゃん、やったー。これは熱い。ジャッカル持ってなかったから熱い。誰だ、あー、ミシリス。もうジャッカル被りでもいいよ。あ、エピネルも持ってないじゃん。よっと、ロード画面出てくるやつだよね。おー、よっと、おー、ほら、ニューいいっすね。でもね、既存のキャラ、持ってるキャラを限界突破してるんですよ。金来た、やっと。ほら、やっぱ、さっき異常だったんですよ。バカバカ出ないのが。ミシリスか！あー、悪くないけどね、マックスウェルね。置物としては。でも最近もう置物は、ノワールで間に合ってんだよな。その要は5人パーティーで、あれなんですよ。その、必殺技を発動しない、置物性能みたいのが問われるキャラとかもいるんですよね。おー、ちょ。ちょ、グレン、ブラン。ピルグリム出ろ。ピルグリムかテトラ。ダイリシオンかー、くそー。あ、じゃあもう今、いいよー。もう、だいぶ限界突破してるから。ちょ。もう今あれだか、これ、150連ぐらい半分終わった。あ、よし。1番。テトラ。ブランよしよっしゃ、ブラン嬉しい。ちょっとこれで、次グレン来てくれ。これで1個目標達成。一回ね、限界突破できるだけでも、結構強くなるんで、あと160連。今、だから9万円分ぐらいやったってことっすよ。恐ろしい。だから普通に課金するのは結構、危険なんですよ、2件。だけど、そのミッションを埋めると、プラス3000円でめっちゃガチャチケットがもらえるみたいな。デイリーを毎日やることでね。そういうので、安めに、要は1500円ぐらいで回せるようぐらいになるのかな。よし。グレン来い。ピルグリム来い。ピルグリムかテトラ。あー、じゃあピルグリム！グレン。グレン来いよ。あー、そっちかー、ノアかー。ノアはいいんだよな。そのピルグリムも世代があって、初期のね、その第一世代のピルグリムの人たちがめっちゃ強いっていう、あの話があるんですよ、そのストーリーでね。
あの、このノアは、ピルグリムでも、その、後半っていうか、第一世代じゃないんですよね。まあ、ホッペですごい活躍するんだけど、ちょっとピルグリムでも僕は初期のピルグリムが欲しいんだよな。そう、あーピルグリムだったのにな。交換、ピルグリム交換できないっていうのがね。これはもう交換で、じゃあブラン行くか。あ、金が出ない、金が出ないわよ。あ、これ画面さ、今横になってるじゃん。縦と横ね、すぐボタンで切り替えられるのが超便利なんですよ。あ、100、あと110枚。あと110連です。よっ。出ない。出ないね。はい、残り100連です。もう12万円分回しました。テーレアはね、いいです。これでもそのメインキャラ、メインヒロインが、まあメインヒロインというか、メインの自分が指揮官なんだけど、自分のチームに3人いるんだけど、メインニケがその3人ともが、あ、でもまだあれか、最近あれだ、この子なんだっけ、ネオンだ、ネオンが最近水着で SSR 化したんだけど、まあ、そんなにのスペックだから引いてないんだよな。うわー、ブランは出たけど、もうちょっと欲しい。これニケはね、結構限定ピックアップが終わると工場にキャララインナップしてくれるんで、そこは結構いいっすね。やば、わー、あと60連しかないよ。うおー、グレン出てくれ。グレンは自力で出さないと限界突破できないから。残り50連、5、うお、厳しいな。4、来いよ、よし、1人、ピルグリムからのグレン、ピルグリムからのグレン、あー、テトラ、あ、でもいいよ、ブラン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 でもノワールでもどっちでもいい。あー、バイパーいいじゃないの、持ってない。どんな蛇にだってなれるよ。これね、可愛いじゃん、これ結構恐ろしいキャラなんで。あ、いいね、バイパー持ってなかった。これはウィッシュリスト効いてるな。いや、さっきのこのウィッシュリストに自分が欲しいやつを入れてあるから。そうだね、あ、ここで、あ、でもサクラ欲しいかな、キャラ的に。残り30連、でもブラノワ、あ、しょしょしょ、ブラノワを限界突破したい。ブランドワールを、姉妹なんですよ、姉妹だから一緒に使うと強いみたいな感じになってるんですよね。テトラいいよ、ブランドは、あー、ロザンナね、あー、いいじゃないの。まあでも持ってない、性能的にはまあまあ、でもどうなんだろう、性能的に。あ、でもなんかあれだっけ、アリーナだとめっちゃ強いとか、そんなキャラじゃなかったっけ。うわー、でもいいね、持ってないキャラが出るのはいいよ。おっと、残り20連です。18万円終わった。でも唯一ブランが限界突破できたのはいいかな。これでパーティーがだいぶ強くなる。ラストです。18万円分のガチャ終わり。あ、よしよしよし、グレン、ピルグリムからのグレン来てくれ。何人、1人、ピルグリムからのグレン、ピルグリム、あー、ビシリス、誰だ、あ、ジャッカルだ、あー、悪くないね、ジャッカル、これで限界突破だ、悪くないっすね。あー、でもまあ、でもグレン、あれか、結局グレンは限界突破できずか、この右下のね、
グレン限界突破したかったな。まだね、オバロカも、この武装のオバロカもできてないんですよね。そもそもこのピルグリムの武装がなかなかドロップしなくってね。これはなんかもう課金でなんとかなるゲームじゃなくて、ほんとコツコツ毎日ちょこっとでやるみたいなゲームになってますので、あの無課金にね、いい感じに優しいゲームになってますから、そこコツコツ毎日ちょっと隙間時間にやりたい人は非常におすすめなゲームでございます。ストーリーがとにかくめっちゃ面白い。やってみて。以上、レオンチャンネルでした。